調査官、位置情報によると戦闘員アスラはこの近くにいるみたいです。失踪事件の影響なのかもしれません。近くの店は早く閉まるし、住民たちは暗くなると外出を控えます。はい、ストームアイは最近10件以上の行方不明届を受理しました。五条広場も現場の一つです。あなたたち二人だけで？ストームアイも懲りないね。身の程を知った方がいいわよ。身の程知らず、身の程知らず。その反応だとあなたの知り合いかしら。でも、もうあなたの知っている彼女じゃないわ。彼女の心は弱くてね、ちょっと衝撃を与えただけで砕けそうになったの。あのね、私のところへおいでよ。ぬいぐるみにして可愛がってあげるわ。ああ、あなたの瞳は悲しみに満ちている。かわいそうな羊ちゃんへの哀れみなのかしら。それともストームアイの仲間が原因かな。焦らないの、いい子たち。もうすぐあなたたちの番よ。その前に元同僚とゆっくりお話をするといい。ご主人様のぬいぐるみになるのは私の光栄です。落ち着いてください、調査官。あれはアスラではありません。アスラ、今帰還しました。怪化物との戦闘で遅れてしまいました。すみません。無実な人々を傷つける悪党は私に任せてください。堕落。もう鬱陶しい。私はフェリニアスなんかじゃない。まあいい、あなたたちのような傲慢な奴には理解できないわ。全員まとめて死ぬがいい。死ね、死ね。ウォームアップはバッチリ。参りましょうか。
ケートの準備ができました。いつでも出撃できます。調査官、戦闘に専念してください。調査官、彼女はストームアイのメンバーです。もう手遅れです。彼女は完全に開花しました。使徒シルベッティ、お黙り。劣等な生物に名前を呼ばれるなんて気持ち悪い。あなたたちのせいで私の可愛いぬいぐるみが台無しよ。でも大丈夫、ぬいぐるみなんていくらでもあるわ。あなたが調査官ね。今度会う時はプレゼントを用意してあげるわ。出来損ないの二人は深海市の空気汚染として残しておくわ。あれは特殊なイカ能力だと思います。厳密に言うと相手はもう普通のフェリニアンスとは呼べません。黒猫です。人間の開花の次は純黒者なら、黒猫はフェリニアンスがエモーション粒子に汚染された産物です。はい、私も初めて見ました。エモーション粒子がフェリニアンスにもたらしたのは力だけじゃありません。危険ももたらします。肝心なのは犯人を逃がしたことです。今のところ追跡方法はありません。先ほどエモーション数値を記録しました。ちょうどいい、知り合いに追跡が得意なフェリニアンスがいます。連絡します。わかりました。では次はどうしますか、調査官。かしこまりました、調査官。私がママよ。よしよし、怖がらないで。あなたもぬいぐるみになれば怖くないよ。危ないです、私が。もう間に合いません。距離が近すぎて調査官が開花する可能性は 100% に近いです。
With the happiness we long to hold is slipping right away. I'm holding on to you.調査官、調査官、任務無事完了しました。一緒に帰りましょう、調査官。この猫耳には多数の精密部品が装着されており、人為的な破損に起因する修理費用はチームのいい雰囲気を保つのも調査官の役割の一つです。でもこんな手段使わないでください。ミッション準備、クリアランス。